4月27日、姫議員ホールで平成28年度川原学園交通生活安全講習会が開催されました。これは交通事故を未然に防ぐとともに、正しい交通マナーの習慣づけを行うため、また犯罪被害に遭わないために防犯意識の向上と薬物乱用を回避し、健全な学校生活を送ってもらおうと、川原学園11校の学生を対象に開いたものです。およそ1500人の学生が参加し、若年者の事故防止や防犯対策、薬物問題などについて松山東警察署の署員らが講演を行いました。交通事故を未然に防ぐとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践の習慣づけを行うとともに、交通事故の怖さを再確認し、万一事故に遭遇した時の対処法などを学んでもらいたい。大切なのはやはり安全に対する心構えなんだと思います。日本中を震撼させた大阪教育大学附属池田小学校での無差別殺傷事件というのは平成13年のことですね。日本の学校の安全安心についての意識というのはこの時から大きく変わったのかもしれないというふうに思っています。参加した学生は日頃の生活で気をつけるべき点などをメモを取りながら真剣に聞き入っていました。